ナポレオンの陰形は1821年に亡くなったナポレオン・ボナパルトの体から検視解剖の際に切り取られたとされる人間の体の部位である。この陰形は様々な人の手を渡ってきた。1927年にニューヨークの美術館でナポレオンの陰形が展示された時の所有者はイギリスの書籍賞でありコレクターのエイブラハム・ SW ・ローゼンマッハである。 1977年に、ジョン・キングズ・レイ・ラティマーが購入して、そのプライベートコレクションに加わり、さらにラティマーの死後に、彼の娘が陰形の所有者となって、以降、新たな所有者の存在は知られていない。陰形の保存状態は劣悪で、皮の切れ端かしなびたうなぎにも例えられている。1814年に、 フォンテーヌブローで退位した直後のナポレオン・ワーテルローの戦いで敗れたナポレオンは大西洋のセントヘルナ島に遊兵された。そして1821年3月5日にこの絶海の孤島で亡くなる。その死後にナポレオンを検士解剖したフランチェスコ・アントム・マルキは彼の体を解剖して様々な部位を摘出した。陰形まで切り落としたのが 恋によるものか偶然だったのかは分かっていない。ナポレオンにインポテンツと罵られた牧師が復讐のためにアントム・マルキニワイロを送ってナポレオンの死後に彼の陰形を切り落とさせたという説もある。陰形の所有者はそのナポレオン付きの牧師へと移るが牧師は密かに陰形をセントヘレナ島から自宅のあるシチリアに持ち帰った。以降は牧師の一族が陰茎を所有し、 1916年にロンドンに拠点を置く書店のマックズ・ブラザーズが購入して所有権が移った。フィラデルフィアの書籍賞 ASW ローゼンバッハがこの陰景を買い取ったのが1924年である。1927年にはニューヨークのフランス美術館でこのナポレオンの陰景の展示が行われている。この時タイムズに依頼されて展示会を鑑賞した者によれば、それは 全く手入れのされていない鹿川の靴紐のようだった。また別の人間は革の切れ端かしなびたうなぎに例えている。その後、ローゼンバッハは陰形をドナルド・ハイドという名前のコレクターに売却した。このハイドの妻が夫の死後にジョン・ F ・イフ・フレミングに陰形を送っている。フレミングも書籍賞であり、ローゼンバッハとは近しい人間だった。さらに別のコレクターが ナポレオンの陰形を購入し、クリスティーズでオークションで値を釣り上げようとしたが失敗に終わっている。そのオークションの後で弁護士のジェームズ・コミンがナポレオンに関するアイテムのコレクターであるアメリカの実業家エリック・ラビンにアフィダビットを読み上げる際には陰形は陰形と呼ぶことを避けて遠極的に特定の部位と表現されていた。1977年に 企業機械であり、アーティファクトコレクターのジョン・ケイ・ラティマーが3000ドルで陰形を購入したことが知られており、2017年のジョンの没後にナポレオンの陰形のオーナーとなった彼の娘は値段をつけるのであれば最低でも10万ドルと語っている。陰形の保存状態については、かうじて人間の体の一部であることがわかる程度と形容され、本当に ナポレオンのものであるかは不明である。イギリスの公共テレビ局チャンネル4で放送されたドキュメンタリー番組デッドフェイマス DNA によれば実物はとても小さく長さを測ると1.5インチだった。とはいえナポレオンの生前の陰形の大きさについては分かっていない。ラティマーの娘によれば2014年の時点で彼女がナポレオンの陰茎を見せたことがあるのは10人しかおらず。 カメラによる撮影は一切許可していない。ありがとうございます。